堺東散策第3回目になります。今日も浦賀市散策でまた新しいお店を発見できたらなと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。今は、南海の堺東駅の連絡通路から今日は、最初に撮影をしております。ここからの景色はこんな感じです。向こうの方に堺市役所があります。今日は、堺東の駅から、商店街入って一本右側になんか外れたところの筋、駅から徒歩3分のところにあります、ザ・オールド・トムというバーにやってきております。入り口はこんな感じです。この堺東デノビルという書いているところの4階になります。ちょっと見つけにくいので気をつけてください。エレベーター4階降りると店内はこんな感じです。カウンターはこんな感じです。私が頼んだのはマルガリータです。一応綺麗なお花が浮いてる。いただきます。ここは、ビールの種類が何個かあるんですけど、このギネスはずっとあります。そしてこっちに今置いているやつ3つあるんですけど、今日はこのギネスとここ2つが置いてありました。でこれをまた定期的にいろんな種類に入れ替わったりするので、そのここにお酒飲みに来た時にまた見て聞いて頼んでみてください。これはブルームーンを頼みました。ここに書いてあるよ。このブルームーンは、今は南大阪で飲めるのはここだけだそうなので、すぐに来てください。はい、いただいてみます。飲むときにこのオレンジの香りがすごい鼻に入ってくるから、なんかオレンジの味がちょっとしてる、すごい飲みやすい、女の人が結構スッと飲めるビールの味がします。ザ・オールド・トムの、オーナーさん山本さんです。ここはどういうお店になるんですか？はい、アイルランドの、パブをイメージした店になってまして、スタイル的には、キャッシュオンデリバリーと言いまして、こちらのカウンターで、注文していただいて払っていただいて、で好きなところで飲んでいただくような形になってます。ここの名前は、はい、どういうのから名前をつけたんですか？名前はですね、はい、たまたま僕が試飲会行った時にこちらの、はい、オールドトムっていう、ビールがたまたま出てまして、はい、でまあシンプルで覚えやすいですし、いいなと思いましてつけました。はい、はい、ということだそうです。じゃあ、ここのお店にぜひ来てもらうために一言だけどうぞみたいな感じで了解です。まだまだ大阪ですね、南大阪、そのパブっていうジャンルでやってるとこが少ないんで、ぜひ、アイルランドの、パブを再現したパブに、当店に堺東に来ただけはぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのお店の名前にもなっているオールドトムというビールをいただいてます。これは度数あの普通のビールよりちょっと高くて 8.5 あるそうです。飲めるかな濃いな、飲めるかな。いただきます。黒ビールになってます。めっちゃ飲みやすい、美味しいビールです。これ絶対飲んでほしい、おすすめです。